ニセコに、あの、行った時に、あの、メンバー誰だ？違います。いつか捕まれ。ムラスボーラドライフ。先生、いつも見てるやつですか。これですね。今日のゲストは吉田圭介ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうはるばる旭川から、はい、来ていただいて。いや俺ね、いやこれね、吉田圭介って人間がなんでもっとブレイクしねえんだっていう気持ちで見てるのよ俺。はい。スノーボードの実力で言ったら、はい、日本のスノーボード業界でかなりトップレベルにいると思うさ俺。そう、いや俺ほんとそう思って見てた昔から。だけどなんか全国なのかなって思いながら、もっと世界的に出てもいいんじゃないかなってぐらい思ってんのよ。いややっぱりジャンプのうまさは当然なんだけど、あのメイク率がやっぱ高いっていうのと、空中で俺暴れてんの見たことないんだよね。あ、暴れないじゃん。そうですね。なんか なんか暴れれないですね逆に。まるですぐ暴れるみたいじゃん。空中出たらすぐ暴れてるみたいじゃん。どっちかって言ってグー行く方ですね。グーの固まってるのね。そういうのって何から来てるとかある？はい、何から来てるんだろう、ね。あ、でもやっぱ、その元々パイプやって、パイプってすごい抜けとかも難しいし、そうだね、結構みんなカチンっていくじゃないですか、うんうん。そういうのをずっと10代の時やってきてたから、あとまあ先輩がこう中井くんだったりとか、あ、まあ、先輩たちと一緒に撮影してたらみんなやっぱすごいですよね。うん、そういう確かに。やってる人たちが。でもやっぱりその中井と一緒に撮影してる圭介、いつもなんか一緒にいるイメージだったから俺、はい、だからその中でなんかその中井から得るものとかもあったのかなと思って。いや本当、俺正直大会は結構全然ダメで、緊張しいというか、あ、そう、全然ダメで、でもそれでもまあ面倒見てくれて、結構撮影とか連れてってくれてっていうのがすごい大きかったっていうか、そっからだ、そっからっすね、開いて、はい、ちなみに、まあ、中井から得るものはあったけど、佐藤周平から得るものあった？笑ってるよ、笑ってるよ俺。得るものしかないっすよ。ごめんあの吉田圭介の先輩の佐藤周平ですよ。どうも周平でーす。はじめまして、ライドライブ始めましたよ。やっと出れましたよ。やっと出れましたよ、もう本当に。いやもうせっかく今圭介が、はい、そのやっぱり崇拝する先輩の中にやっぱり、はい、中井がいたり、はい、周平がいたりっていうから、はいはい、これ俺から考えたら中井と周平って全く違う存在に感じちゃうから、そのパターンですよね、はいうん、だからその中井のいいところは聞いたけど、はい、周平のいいところまだ聞いてないから。あ、本当ですか、うん、せっかくだから周平の前で言っといた方がいい。頼むぞ、かっこいいとこ、かっこいいの頼むぞ。かっこいいとこがすぐ思いつかないんだよ。ふざけんなお前。やらかしの方が多いですね。言えないですけど、言えない、言って、ピーかけるから、ズケン入れるから。これ本当にズケンでいいですか。ちょっとズケン、ちょっと試しに、ニセコに、うんうん、あの行った時に、うんうんうん、あの男子禁制のズケン、やめろ。俺それはズケンだわ。それはズケンだわ。お前今の最初からなんだ。メンバー誰だ？違います。 K フィルムズ3人で。あ、なるほど。ほんと K フィルムろくなもんじゃないの。いや、ほんとに。いつか捕まれ。いや、いつか。あの、ちょっと捕まってはいいです。もう一回捕まってるんですよ。結構飲むとやばくなるんですよ、うん、飲むとやばいですよね。はっちゃけちゃうのをやっちゃうんですよね。
この撮影の時は酒抜いてきました。大事だと思う。大事だと思う。喋んなきゃなっていうのは、ね。松井さんの番組らしいと思って。大事だなと思って。対戦だから。抜いてきました。ちゃんと。だから中いる時もちゃんと早めすんだねじゃあ。ああそうですね。やっぱそこはしっかり。しっかり。周平とはやっぱり別扱いだよね。いやいや。どういうことだ。周平君との朝一は大体一般的に言う朝2っすね。朝2集合、ね、朝2集合だから朝2集合ってもう9時集合見たくなってるよ。あ、もうもろそれっすね。もろそれ。ほんとになんか最後にじゃあケイスケ締める感じである？せっかくだから佐藤周平に向けて。お、愛のあるやつ頼むよ。もう捕まんないようにお願いします。ほんと俺と一緒にいる時には捕まんないようにお願いします。ほんと今後気をつけます。今日は旭川から吉田圭介と佐藤純平の2人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対捕まったらダメ。ほんとお願い。もうチャンネル登録、僕もチャンネル登録、みんなチャンネル登録、イエーイ、おチャンネル登録。